うよ、これで俺の勝ち越しだ。ああ、俺の負けだな。ま、お前が考え事してなかったら勝負は分からなかったが。気づいていたか。何年の付き合いだと思ってる。例の件か。そうか、うまくいかなかったか。すまない、いろいろと動いてはみたが、計画を遅らせるので精一杯だった。一族総結集のクーデターだ。そう簡単に崩せるものじゃないさ。俺たちの想像以上にみんなの意志は固い。遅らせることができただけでも上出来だ。そっちはどうだ。同志を見つけると言っていたが。こちらも反応が悪い。良くも悪くも彼らは内派一族だ。波の結束じゃない。そんな顔するな。こっちには内派イタチと何よりこの俺がいる。大丈夫だ、自信を持て。とにかくお前はもう少し内部をつついてみろ。俺は別の方法で。兄さん、おーい兄さん、こんなとこにいたんだね。探したよ。ってあれ、いよ、シスイさん。サスケ、どうしてここに。ねえ、二人で何話してたの。俺にも教えてよ。お前にはまだ早い。なんだよそれ、俺だけのけもの。許せサスケ、また今度だ。兄さんはいつもそれだよ。まったく、サスケをのけものにするなんてひどい兄さんだ。いいよサスケ、俺が教えてやる。本当？さすが静井さん。実は俺とイタチのどっちが強いかって話をしててな。俺の方が強いっつうのにイタチが認めないんだよ。っていうかサスケだって分かってんだろ、俺の方が上だって。違う、確かにシスイさんは強いけど、でも兄さんの方が上に決まってる。そうか、俺の方が年上だし、普通に考えたら俺の方が。忍びに年は関係ないよ。でもな、俺はシャリンガン持ってるし。兄さんだってシャリンガンを持ってる。だからシスイさん相手でも負けない。そうだよね兄さん。シスイ、お前。ねえ兄さん、シスイさんより兄さんの方が強いよね。それは。家族ってのはいいものだな。こいつらを見てると心底思う。これを一族の都合で崩させるわけにはいかない。どんな手を使ってでも俺は。シスイ、俺はそろそろ戻る。どうやら夕飯の時間らしい。それに明日の準備もあるしな。お、そういえば任務が入ってたっけ。お前、長くはならない任務だ。すぐに終わらせてくる。なあ、頑張ってこいよ。こっちはこっちでいろいろやっておく。シスイさん、またね。おう。そう、どんな手を使ってでも止めてみせる。という状況にあり、クーデター計画は依然進行中です。そうか、ヒルゼンよ。どうするつもりだ。このまま手をこまねいていては全て後手に回るぞ。里の王者として時には非常の決断を下す必要もある。今がその時ではないのか。
待ってください。まだ残された策があります。俺はそれを試してみたい。策じゃと？耳を貸すだけ無駄だ。もはや手立ては残っていない。策とは何じゃ、止水。俺の万華鏡シャリンガンを使います。その意味分かっての提案か。一族を術にはめるという業を背負うことになるのだぞ。分かってますけど、それでも守りたいものが俺にはあるんです。お願いします、三代目。そこまで言うのなら止めん。やってみよう。ありがとうございます。ただし、ことをなす前に思い返すことも許す。まだ他の方法を見つける時間はあるのだからな。良いな、止水。もう迷いはない。俺のシャリンガンで現実をかけ、クーデターを阻止する。難しいことじゃない。すぐ終わる。イタチは俺の勝手を怒るだろうな。けど、これでお前たちはずっと家族でいられる。それが重要だ。そのためなら俺は。よし。根のものか。なら黒幕は。早いな。さすが春神の止水。団蔵、お前たちは下がっていろ。何を考えている。なぜ俺の邪魔をする。相手の脳裏に入り疑似体験をさせる同日こと天つかみ。それほどの力をクーデター阻止のために用いようとはな。うちは一族の割にシャリンガンの使い方を知らぬと見える。奴らを同日で抑えたとて、うちは一族という存在が残る限り、クーデターの会議は払拭できぬ。余震はうまくいったとしても、それは今この時だけ。この先同じような事例が起こらないとは限らぬ。いや、おそらく起こるだろう。遅かれ早かれ、内派と木の葉は対立することとなる。ならば、この時をもって内派を粛清することこそ、里の未来につながるとは思わぬか。団蔵、お前初めから。これも木の葉の真なる平和のため。何？お前の目はわしが有効に使ってやる。よくも粘る。うち派一の手だれ。その名は伊達ではないか。ならば、無理やり隙を作るまで。まずは一つ。このままでは。おい、あの傷だ。そう遠くへは逃げられん。はっ！
わりだ。打ち破浸水。俺は頭は狙う、足元を狙う。はあ、やれ。まだやり残したことが。任務じゃなかったのか。嫌な予感がしていた。だから。そうか。迷惑かけたな。根が間に入ってしまっている。残念だが、もうウチハのクーデターは止められそうにない。このまま木ノ葉が内戦を起こせば、他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。こと天掴みを使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。なりふり構うことなく自分のやり方で里を守るつもりだ。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に託す。止水。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、ウチハの名を守ってくれ。俺は。それとだ。俺がお前に渡すのはこれだけじゃない。お前に新しい力を与える。万華鏡シャリンガンだ。止水、お前。どの道俺は長くない。最後の贈り物だと思って受け取ってくれ。なんて顔してる。今の俺でもお前の表情は簡単にわかるぞ。不安な表情はお前には似合わない。いかなる時も平静を装え。それがウチハイタチだろ。なに、お前ならできる。大丈夫だ、自信を持て。俺はお前と共にウチハを。これからのお前は暗く辛い道を歩むことになるかもしれない。そんなお前の隣にいてやれないこと申し訳なく思う。それでも俺はお前が道を外れることなく木ノ葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。だからこそ託せるんだ、俺の意志も万華鏡もな。いろいろありがとな。俺の道はここで終わる。だがそれがお前の糧となり、新たな力となる。さあイタチ、今がその時だ。己の手で己の道を開いてみせろ。お前ならできるはずだ。
じゃあな、親友。あとは任せたぞ。安心してくれ、止水。お前の意志は俺が引き継ぐ。俺は俺の選んだ道を信じて進む。それが里の未来につながる。そして弟、内葉を救うことになる。そのために俺はこの目と共に闇を歩くよ。